はい、こんにちは。中学受験さくらのチャンネルの竹谷直樹です。今日は算数基礎講座ね、鶴亀算の2回目です。この中学受験さくらチャンネルは、この私竹谷直樹が塾業界35年間の経験とノウハウを全て公開していくというチャンネルです。いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。では早速やってみましょう。今日はね、鶴亀でもね、ゲームの鶴亀っていうね、のやってみたいと思います。まず読んでみます。 A さんと B さんは長い階段の真ん中にいます。2人はじゃんけんをして、勝ったら5段上り、負けたら3段下ります。20回じゃんけんをして、 A さんは初めの位置より44段上がっていました。さあ、あいこはないとすると、 A 子さんはほにゃかい勝っています。さあ、これも鶴亀なんです。全部で20回勝負をした。1回勝ったら5段上がる。こうやってね。で、例えばここがスタートラインだったとしますよ。ここがスタートラインだったとするとね、勝ったら1、2、3、4、5段上がるんです。ここまで上がれるんです。5段。だけど負けたら1、2、3段下がるんです。で、まあ、こういうのを勝ったり負けたりを繰り返して、最終的に44段上がった。さあ、一体何回 A 子さん勝ったかってことなんですよ。まずは考え方としては、 A 子さんが全部勝った場合、 A 子さんが全勝した時、20回全部勝った時ね。たまにね、ちっちゃい子供とじゃんけんしてると、もう子供のね、出し方がもう決まっててね、全勝なんてことたまにありますけど、まあほとんどないですよ。5段上がったのが20回ですから、5段かける20の100段上がってるはずですよね。100段上がって、でも実際はね、何回か負けたからね、実際は100引く44段の56段下にいるわけです。で、この時に次なんだけどね、全部勝ってるんだよね。とりあえず100段。1回だけ勝ちを負けにしたらどうなるか考えています。1回だけ勝ちを負けにしたらどうなるかっていうとね、これね、こう5段がなくなるんだよね。まず5段がなくなって、なおかつ3段降りなきゃいけないから、1回勝ちをなしにして負けにすると、5たす3の8段違うんですよ。8段下がるんです。で、意外でしょ？実際そうなんですよ。勝っちゃってここにいる。だけど1回の勝ちをなしにして負けにしたってことは、5段がなくなって3段降りたってことですから、5たす3の8段下がるんです。ってことはね、2回負けたら8に16段下がるってことなんです。3回負けたら8、3、24段下がるってことなんです。で、それで全部で56段下がったわけだね。ってことは、56÷8の7回負けたってことが分かるわけです。7回負けに変える。と、負けは7回ですから。
何回勝ったかっていうと、20回やって、そのうちの7回負けに変えるわけだから、13回勝ったんだね。だから A 子さんは13回勝って7回負けたんです。ちょっと確認してみましょう。13回勝ったってことは、5段を13回ですから、65段上がりました。だけれども7回負けてんだね。7回負けたってことは、3段ずつ7回下がってるわけですから、21段下ります。だから65段上がって21段下がったから、引くと44段だよね。合ってますよね。これがゲームの、鶴亀なんです。さあもう一つね、X さんはあるゲームをして勝てば200点もらえ、負ければ50点引かれます。このゲームを20回したら X さんは全部で、ごめん、3000点もらえました。X さんは四角回勝ちましたと。はい。じゃあこれも同じです。勝てば200点なんです。負ければ50点引かれちゃうんです。だから例えば階段じゃないけど、ここにいてね、500点もらえるとすると、こ500点ここから500点もらえる。負けるとマイナス50、50点引かれちゃうわけなんです。200か。勝てば200点もらえ。負けたら50点引かれるわけです。では、全部20回勝ったら、X さんが全勝したとすると、200点が20回ですから、200点かける20の4000点だったはずです。でも実際には、3000点だったんです。4000引く3000の1000点、実際には低い。だから1000点分負けてるわけです。じゃあね、全勝だった X さんを1回だけ勝ちを負けに変えると、勝ちを負けに変えると、200点がなくなって、さらに50点引かれるわけですから、全部で200たす50の250点下がるんですよ。1回の勝ち、200点をなくして、その勝負は負けたとすると50点さらに引かれますから、全部で250点下がるんです。で、だから2回負けたら 250×2 の500点下がるし、3回負けたら 250×3 の750点下がるってことなんです。で、それで全部で1000点、負けたと。ってことは、1000割る250の4回負けたってことだよね。全勝を4回負けに変えれば、X さんの点になるということです。そうすると4回負けただけですから、X さんは20回のうち4回負けたので、勝ちは16回だね。結構勝ったね。さあちょっと、見直ししてみますよ。16回勝ったから、200×16 をします。26、12、32で02つですから。勝って3200点もらってるはずです。でも4回負けてますから、50×4 の200点は引かれてるわけです。だから3200から200点引くと3000点で合ってますよね。だから X さんは16回勝ったんです。
勝てば5段上がる、負ければ3段下がる。そうすると1回勝ちを負けに変えると 5+3 の8違うんだ、ね、だから負けた分を8で割って何回負けたかが分かるんだということね。これがまあゲームの鶴亀算の時の考え方です。いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。では今日はここまでにしましょう。